テーマは使える <laughs> スタンプ <laughs> これうざくね会社みてえでなんか <laughs> なんかこの <laughs> 見えるかみたいな感じのさ見えるかとかさあのうずいよなえーテーマは使えるスタンプ 10個、えー、募集。1スタンプにつき、えー、1万円と。っていう形で、で、もうサイズはいつでもいいです。期日が、期日が、これがね、あの、どこでもいいんだよな。うん、これやだな。使える、使えない。 の、二択。これ嫌だな。<laughs> これ使えない、あのー、押されたらすげえかわいそうだろ、これ。岐阜はね、あ、岐阜は使えるらしいわ。岐阜使えるらしい。あれ確、確か、待って、ちょっとそれ決めなきゃダメだわ。俺、岐阜使えるって言ってたわ。岐阜だか自負だけど、っじゃっけ確か使え、使えるって言ってたわ。俺聞いたんだよ。岐阜どうすか使えますかって言ったら。 なんかいい言い回しねえかな採用方法。いいいいねダメだね。いや、なんか、ダメだね嫌だわ。うん。いいよくないね、なんか、嫌だな。あ <laughs>、分かった。いこうしよう。スマッシュスマッシュパスの二択。あ、もうこれだったらなんか、棘が刺さんねえわ。うん。これだったら、いいだろう。布団ちゃん関連。 でもさそうだよね布団ちゃん関連以外作ったらおかしいもんなもしこれでさテーマは「使えるスタンプ」ってってさもし高田けんちゃんとかさなんかあの親ちゃんとか来た場合はちょっとまた別だからこれはねえこういうのはダメだよっていうのを明言した方がいいよ理解できない層に向けてえだからえだから例えばそうあのー 著作権著作権,著作権とかにまあなんだろうこう引っかかるようなそこら辺そこら辺はわかるだろうその辺はその辺はそうボーバンダーのあのなんかどんぐりみたいな乳首が出るようなさそれはちょっとダメなんじゃないかテーマは常識の範囲での範囲内での使えるスタンプ 他の配信者とかだったら多分俺が紹介しないよそもそもあまあこれはまああれだなってだってどうせそれをさそれでさスマッシュパスでさスマッシュ多くて採用する流れになるの嫌だもんだって他配信者えー、著名人えー、団体とのえー、は NG、えー 名人、キャラクターとかね。うん、で、さっきもあったとき、池田大作,せん大作先生のな、アバターとかさ、あのー、スト6でね、うん。AI 利用は、あのー、禁止。あのー、もうこれはさ、あの、決めるのはさ、もう本当にもう視聴者にちょっと任せたい。 俺がっていうかは、もう、なんだろうな、使う側の人のセンスに、そう俺が決めるんじゃないもう,そう俺は、俺はいいなとか言うかもしれないけど、期日。いや、あの、なんか、くだらねえも絶対来るよって言っあのもうさ、もう、賃貸とか、なんか、誹謗中傷とかあの、そういう差別的なところのやつは紹介しないよ、もうそもそも。うん。それ紹介しないよ。 そこは俺があの、選別するわ、そこはさすがに。じゃあ、9月24。9月24。1ヶ月後。画像サイズと改造はしてないですね。ナイスナイスナイス。布団ちゃん、わざととか布団ちゃんとってあまり嬉しくないのでもそれも、あのー、あれだわ。わざとなんて別に全然いいんじゃないかなと思うけどね。もうそれを、あのー、スマッシュパスで決めるわ。 もうそ決めさせていただくわ。そ,うもうそれはもういい。た,ただ、本当にこのさあの他配信者、著名人のキャラクターとか団体等の絵は NG。そう誹謗中傷とかも、まあ、な,んかなんかギャグの範囲内だったら全然いいわ。もうそれは、うん、例えばなんだろうなうん。殺すぞとかさ。あの死ねとかさ。あとさあの、どうしようかな。一人一個にしようか。そうだなで そして1スタートでどんどん増えていくな。つまって。そしたらば、なぜなら紹介、たぶん、あのー、できねえかもしんねえから。どうやって、この、あの、1万円渡すかどうかは、ちょっとまたあれするわ。どういうふうに渡すかは、ちょっと話し合うわ。ちょっと。Yahoo のメアドなら、お前、Yahoo のメアド見下しにするんじゃねえ。最大3個まで。え、どうなんだろう。最大3個にするかじゃん。どんくらいちょっと来るかわかんねえからな。 今メール見てみて。例えばじゃあ、今、8つ来てるぜ、もう。いや、バカなこと言うと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。<laughs> <laughs> え、竹下通りのカスさんから、こんなんでどうですかって。はい。もう、まあ、全然全然。あの、これで、あの、スマッシュであるならば、もう俺は、これはもう、もういいのかなって。 全然これがスタンプになりますよ。これが。はい。もう全然、もうこれはだって、あのー、もう決めるのはもう僕じゃないんで。はい。あ、これとかね。うん。これね、あのー、手書き、あれだ、あれらしいぜ。こういうのとかね、うん。こういうのとかね。うん。布団ちゃん、ジェリービーンサンプル。うん。これはね、ちなみに1から書いて、あの、めちゃくちゃ時間がかかったコスパの悪いスタンプらしい。 すんごい時間がかかったらしい。これあの、まあ、あトレースはしてるんだろうけど、全部手書きだし、これ。<laughs> あん。用途、神様に目された時に使うって。そうっすね。うわ、目、もう、待って待って、もう、ああ、もう百件来てるわ。ああ、<laughs> そうか。なるほど。うん。ああ、でもまあまあまあ、あの、なかなかいいぞ。あの、自信作ですって。うん。まあ、こういうのとかね。うん。 あの自信作ですよろしくお願いしますって。うん、こういうのとかもあるし、全部は見せないけど、これとかもなんかスタンプって感じじゃん、もうこれ。うん。ザ・スタンプって感じだね、これね。うん、心を込めて書きました。ついでに版も解除してくれて嬉しいです。<laughs> <laughs> これ採用、これ多分書き直さないとダメでしょ、これ。これは。なんかもう消しゴムなどとか残ってんじゃねえかよ、これ。 消しゴムの後、これこのまま、うん。このまま左右はもう、それはもうスマッシュだったらす、もうあるけどね <laughs>。ビルって、<laughs> ちゃんとさ、消してるんだよな。消しゴムの後があるんだよ。おー、すごい。おー。おー。すごくお上手です。うん。 すごくお上手です。すごくお上手です。すごくお上手です。じゃあ,まあち、まょそういう形でね、うん、ちょっとやっていきたいなって、ちょっと思うわ。うん。著作権は採用者に帰属するのだけ教えてくれよ。著作権が採用者に帰属する。なるほど。<laughs> なるほど。あの、もし採用された方の、あの、著作権が、まああの、どうなるかっていうね。 ああ、はい、はいはいはい。もしね、あのー、もし万が一、そのスタンプが、もうすんな、なんか、本当なんか、なんかの間違いで、めちゃくちゃバズっちゃって、で、もう、あのー、誰のものになるのみたいなねあ。そういうところまでも考えると。ああ、なるほど、なるほど、うん。Google フォームで募集した方が楽じゃないですか。あ、そうだね。Google フォームで募集した方が楽だな。あ、そうだね。Google フォームで募集した方が楽だわ。 あのー、出力もできるし。あれ、画像アップできるっけ確かできたと思うよ、Google フォーム。確かできるよね。あんまあ、ちょっと Google フォームでやるわ。ちょっと。の後に、あのー、おうぼ、おうぼ、マジおうぼってさ、あれ、今、な,なんで今変、なき母ってどいててたんだ、今。おうぼ、おうぼは、あのー、Twitter。 下で、えー、お伝えしますと。よしオッケー！これで決めよう。じすいません。じゃあよろしくお願いします。はい、あのー、実言うともう多分これ。去年のあのー、去年からずっとね。ちょっと新しいのをあのー、作りたいですね。っていうのをあのー、お声かけさせられてて、俺どうせ作くんだったらあれですね。なんか視聴者が結構。 あの上手なね、素敵な絵かける方たちがあのたくさんいるんで、なんかそこから決め,決めたいっすねなんて話をして、ずっと動いてなくて、あのー、寝かしてしまったんですけども、まあ、ぜひちょこれでね、ちょっとやらさせていただきたいなと思いますわ。えー、あよかった、じゃあ、あの、はい、X で、はい、お伝えしますと。はい